全国で活動する部活未来アクションが鳥取市で開いたイベントには、日本代表を経験した3人のアスリートが招かれました。アイススレッジホッケーでパラリンピックに3度出場した上原大輔さんは、車椅子を動かすパワーアップや移動しながらボールをパスするトレーニングを中学生に指導しました。難しかったけど、普段できないことが経験できたので良かったです。ラグビーワールドカップ出場の田中文明さんは、楕円のボールのパスやキャッチを指導。陸上400メートルハードルで東京オリンピックに出場した阿部貴俊さんは、いろんな筋肉を使うトレーニングを紹介しました。日本のスポーツを支える部活動は、指導者となる先生の負担や部員減少などの課題に直面していて、子どもたちのスポーツの機会がなくならないようにと、こうした活動が進められています。